やしかしね、平選手の相手クレイジーソン・ホドリゲルス選手がなんと 1.3 キロオーバーということですね。すごい、あのそれで試合が中止になったという、タイラーの試合中止になったって。あら、かわいそうに。そんなばっかりやね、うん、ひどいよね。救済措置をしてもらってほしい。いや、本当にぜひあのファイトマネーの半分はね、うん、もらってほしいよね、うん、でちゃんと体重を落としてるわけだから、うん、平選手は仕事をしたものとしてみんなしてほしい、うん。昨日はプレベル選手のもオーバーして、井岡選手のねボクシングの相手もオーバーして、オーバーする選手が多いですね。平選手にはぜひ次はねちゃんとした相手を、ちゃんとした相手というか、ちゃんと体重も落として、しかもねランキングとか入るいい選手と早めに試合を組んであげてほしいですね。どんな気持ちなんだろうね、体重オーバー相手がしたら。俺した時ないから分かんない。ないよね、おみちゃんね、本当ないね、相手はね、うん、俺もないけど、そう、うん、まあでも気持ちを切り替えて、ニューヨークの方で今回試合なのかな、ニューヨーク観光して気分転換をしてほしいなと思ってます。では皆様、本日はライジン43あります。タケル選手の試合もあります。井岡選手の試合もあるし、キム・スーチョルも試合です。みんなで応援しましょう。ありがとうございました。